成城大学はこちらをご覧ください。ここでは学長とランチミーティングというユニークな取り組みが紹介されています。これは何かというと、文字通り学長と学生たちがお昼を食べながら様々な意見交換を行えるというものなんです。年に4回程度行われ、今まで大学での学びのあり方や成城大学のキャリア教育のあり方について、あるいは学食のメニューのような身近な問題についていろいろと議論が行われてきたそうです。学生からの意見に対して具体的な改善策が実施されたりもしています。成城大学では一人一人の違いを大事にする少人数教育というものを教育の理念に掲げています。このランチミーティングもそんな教育の実践の場の一つなのかもしれませんね。